私先日なんですけど、デリヘル利用したんですよ。で、私がデリヘルを利用するときって、絶対に同じラブホを使うんですよ。なんでかっていうと、まあ私、クソど田舎に住んでるんで、まあそこしかラブホないっていうね。もうそういう理由で、もうずっとそこを利用してるわけですよ。で、この前もですね、こうデリヘルを予約して、で、ラブホ行くわけですよ。で、私が利用しているラブホはですね、一人で先に入ると、仮払いさせられるんですよね。なんか、お一人様ですかみたいな電話かかってきて、あ、そうですって言ったら、何時間ぐらいですかと、これぐらいですよと、じゃあ、いくらをですね、精算機に一旦払ってくださいみたいな、そういうシステムなわけですよ。で、この前も、まあ、フロントから電話かかってきまして、あ、お一人ですかみたいな、金払ってねって言われたんですけど、その時に何を言われたか。お客様はいつもご利用いただいてるんで分かってると思いますけどって言われたんですよ。こんな恥ずかしいことある?みたいな。常連客みたいな感じになってるやん、思って。というね。マジで人生どん底やんと思いながらね、デリヘル嬢の方と楽しく過ごさせていただいたわけでございますが、そんな私がね、今回お話しさせていただきたいこと、今期ね、2024年秋アニメなんですけども、まあ、新作作品、まあ、いろいろとあると思うんですよね。で、皆様ね、あれがおもろい、これはどうのこうのみたいな、ね、自分自身にね、感想を持ってるかと思いますけども、やっぱ新作でね、もうズバ抜けて、もう新作というかもう続編含めですけど、なんやったらもう年間というね、単位で言ってもなんですけど、血がもう頭抜けてるじゃないですか。で、まあ現在3話まで放送されておりまして、今夜第4話放送されますけども、血めっちゃおもろいじゃないですか。で、新作ね、新作ちょっとな、みたいな意見結構いるんですよ。血はおもろいけど、それ以外がな、みたいな、ご意見を見かけまして、あ、続編多くてよかったな、みたいなね、ご意見も見かけるんですけども、そんな、新作の中で、いや、これは、おもろいやん、みたいな。これ最終回まで見たら、何か得るものというかね。いや、なんか見てよかったなって気持ちになるんじゃないかと思っている作品。でも、結構、切られてる確率高いんじゃないかなという作品、私の中でありますので、今回は、ご紹介させていただきたいと思います。私が、今期の新作の中で、いや、これは、面白くなるんじゃないか。最終回まで見てみてもいいんじゃないかと思ってる作品は、ネガポジアングラーでございます。いや、この作品、やっぱ結構切りました、みたいな。1話、2話、3話まで。まあ、3話まで終わってますけども、あ、もういいわ、というご意見も結構見かけるんですけども、私は結構可能性を感じているっていうか、普通に面白いなと思いながら、第3話までは視聴しております。で、このネガポジアングラーなんですけども、まあ、オリジナルアニメになっておりまして、まあ、ナットさん制作の、アニメになっております。で、主人公は常宏っていう大学生なんですけど、こいつの人生どん底なんですね。私はですね、ラブホの常連客として認定されるよりも、どん底の人生を送ってるんですけど、借金抱えてます。大学も行きません。ね。もう引きニートですよと、バイトもしてませんよと。で、なんかもう余命宣告も受けました、みたいな。いや、マジで、もう人生どん底の底、みたいな。これ以上底あるぐらいの、人生を送っている常宏が、ひょんなことから釣りに出会うんですね。で、この釣りであったり、まあ釣りをやるというところにおいていろんな人と関わっていくんですけれども、そういったところから人生少しずつ変わっていきますよっていうヒューマンドラマを描いているのが、このネガポジアングラーになっているというところで、まあ現在3話まで放送されているんですけれども、3話まで見てね、まあ1話見ました、2話見ました、3話見ました、切りましたっていう方、気持ちはわかるなというところなんですね。で、もう表面だけ言うと、これどういう話をね、1話2話3話やってるかっていうと、常宏がクズですと。このキャラクターもどうしようもないんですよというのを描きつつも、常宏が、まあ、いろんな人たちと、釣りをするっていうのを、まあ、1話から3話まで描いてるんですよ。まあ、その中で、ちょっとずつこの常宏のことも描いておりましてですね、大学生活、実はこんなことをやってましたみたいな、こういう、大学生活でしたとか、まあ、大学受験こんなでしたみたいな、ちょっとずつ過去はね、明かされていくというか、常宏という人物像は明かされてはいるんですけど、基本的には常宏クールです。そして釣りやります。
ていうのを、3話放送しているわけでございますので、常広に対してですね、なかなか魅力って感じ取れないと思うんですよ。正直、現状私ね、3話まで見て、ようやく、あ、常広のいいとこってここなんじゃないかなっていうのを、まあ、掴みかけてるみたいな、もう土壌掴みぐらいぬるぬるなんですけど、まあ、もうちょっとしたら、すり抜けるぐらいの、ちょっとそのいいとこしかないんですけども、まあ、常広こういうやつなんじゃないかなっていうのは分かってくるってところで、基本クズなのよ。で、クズなキャラクターが主人公な作品って、まあ世の中にたくさんあると思うんですよ。で、そういう時って、そのクズな要素を相殺する何かってあると思うんですね。例えば、今はクズなんだけれども、こういう過去があって、こういう経験をしたから、クズになっちゃったんです。だからちょっと同情してくださいね、みたいな、ところだとか、クズなんだけれども、でもここはいいとこだよね、みたいな。こういうかっこいいところがあるから、このクズな部分は目をつぶれちゃうみたいな。そういうのあると思うんです。でも、常広ってほんまクズなんです。救いようのないクズ。同情のしようがない。全部常広悪いやんっていうクズなんですよね。もう借金抱えましたよと。大学もね、親にね、仕送りしてもらってるか学費払ってもらってんのに、行きませんよと。で、パチンコしたりなんかね、賭け事しまして、みたいな。ほんで、余命宣告受けたから、借金してるんですけど、でも返す意味ないみたいな。もうどうせね、2年やったかな、余命。2年受けてるから、もうどうせ死ぬんやから、返さんでもいいやろっていうところで、人からね、借りたお金をね、返さずに逃げ続けるみたいな。何の同情もできないクズだからこそ、まあやっぱ常広に対して感情が動かされなくてですね、ああ、ネガポジアングラもうええわと、なってしまう気持ちわかるんですけども、でも、1話から3話までね、まあクズな常広を描いて釣りしてるだけとは言いましたが、常広ちょっとずつ変わってんすよ。1話から3話までの間でね、ちょっとずつ変わってる。1話はもうほんまに常広クズだったんですよ。もう何からも、逃げるし、で釣りやるっていうのもなんか周りに流されてやってますみたいな、感じだったんで、ほんまいいとこないやみたいな感じだったんですね。で、第2話でちょっと常広ポジティブな感情を出したんですよね。あそこで、あ、ちょっと常広変わってきてるかもと思うわけですよ。まあ、ただクズなんですけどね。で、第3話。私、第3話見て、常広の長所って、ここなんじゃないかなって思うところがあったんですよ。ただ、その長所っていうのを悪いことに使ってる。要は、ネガティブなことに使ってるから、人生うまくいってないんだけども、じゃあ、この、長所っていうのをもっとポジティブな要素に使うことができれば、常広の人生ってちょっと変わるんじゃないかなみたいな、そういう兆しが私3話では見えたんですよね。で、そこの、まあ、常広の長所の描き方っていうのは私、よかったなと、単純に3話も面白かったなと、感じ取れたので、まあ、このままほんまスロースタートだと思うんですよ。めちゃくちゃスロースタート。もう、最終回まで見て評価が決まるレベルのスロースタート作品かとは思うんですけれども、でも、現状第3話まではもう、登ってくなっていう兆しは見えてますので、3話まで視聴して、やっぱちょっと常広あんま好かんわっていうところで、で、しかもそんな展開もね、目まぐるしく動くわけじゃないんで、本作品っていうのは。っていうところで、切りましたっていう方も、私、ネガポジアングラに関しては、最終回まで見た後に、あ、見てよかったなって、そういう気持ちになるんじゃないかなって思ってる作品です。なんか、バカほど面白かったみたいな。最高みたいな感じにはならないと思うんですけども、いやでも、いや今期の作品の中でネガポジアングラー良かったなっていう立ち位置になるんじゃないかと思っています。さらになんですけども、まあこの作品っていうのはクズの常広がですね、釣りというものに出会って、でいろんな人たちと関わることによって少しずつであるんですけど、人生が好転していくっていうヒューマンドラマを描いているんですよ。で、第3話でその何気ないことなんだけど、常広にはないんだけれども、他の人にはあるポジティブな価値観っていうのが描かれたと私は思っていて、そういう常広にないポジティブな感情の動きを持っている人物と今後やっぱ常広っていうのは関わっていくわけですから、そういうのに触れていくことによってネガティブな常広がどうポジティブに変わっていくのかっていう、そこの楽しみなんかもしっかりと、まあ、種まきされていたなという印象もあります。
ので、私、ネガポジアングラはほんま丁寧に作られてるなと、しっかりと作り込まれてるんじゃないかなっていうのを、第3話時点では感じておりますので、着る気持ちもわかるんですよ。マジで常広クズなんで、なかなかこう、キャラクターと一緒に乗っていけないっていう気持ちはわかるんですけれども、でもこの常広が変わっていく様子っていうのは、ものすごく鮮やかに描かれるんじゃないかなっていうのは、現時点で感じるところでありますので、ぜひともですね、最終回までネガポジアングラー視聴していただければなと、思ってる試合でございます。あと釣りね、あの釣りの描写めっちゃ細かいなって私自身思ってますんで、そこの気合の入れようは本当に素晴らしいなと思う次第ですっていうことで、以上で感想を言いたいなと思います。あのネガポジアングラー切っちゃったよだとか、まあそもそもゼロ輪切りしました、全く見てません、興味ございませんっていう方もですね、ぜひとも追いかけていただければなと思う次第でございます。はい、チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、そういうのがどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけると幸いです。ハッピーを君に届け。